レースそこそこ話題のポップチアーズ、良い結果を手に後半へつなげることができるのか。3番人気はこの子です。11番、この評価は少し不満か。2番人気はこの子、大宅ヘリオス。威風堂々とスタートを待つのはこの馬娘。本日の1番人気、待機シャトル。私が一番期待している馬娘、気合い入れてほしいですね。各馬娘ゲートに入って体勢整いました。スタート。各馬娘綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いは待機シャトル、大宅ヘリオス1番。さあ、激しい先行争いで前に出たのは待機シャトル。続きました、大宅ヘリオス。それを見るように1番、その後専用バスを開いて11番、内を回ります。3番、2馬身開いて2番、大宅ヘリオス。落ち着かない様子。さあ、期待に応えて待機シャトル、逃げる、早くも先頭。さあ、先頭に立ちました。1番待機シャトルと1番、2人とも花は譲りません。2人がレースを作りそうですね。現在1番手は待機シャトル、続いて大宅ヘリオス。1馬身差、1番、後から11番、そして内目をつきましては3番、まもなく第4コーナーカーブ。勝負どころ、最後の直線へとかけていきます。先頭は宮様は、果たして抜け出すのは誰だ。待機シャトル、花を進め